ポンちゃん、おはよう。ジャン君、おはよう。ぬくぬくだね。真っ白に見えちゃうね。こちらの花はですね、自然というか、通常のドライフラワーの製法というかですね、ただ吊るしておくだけというものも同時に今、ある意味実験ですね、これと比べてどうなるのか、そして合わせてみたらどうなるのか、その中間ぐらいができるのかとか、そういうことをいろいろ実験をしながらですね、取り組んでいます。こんな感じですね。はい、これは何日ぐらいかかるものなの？ドライになるの。わかりますさあ、わかりました。そのうち、わかるでしょう。